はい、どうも、無血待ちです。でん、けんさんです。でんさんって、でんさんってここ最近けんさん噛みまくって噛みまくりだね自分の名前で噛めてやばいよはい、というわけで無血ラーメン部でございます、はい、今回行くところ、麺屋しのぶという、はい、ところでございますが、はい、ここはですね、背脂麻婆麺が有名ということで、まあ、つばめ三条系なんだけど、ちょっと進化系のラーメンということですが、うん、はい、なんとね、NGT ラーメン部でも、ここは AKB 新聞で来てるのかな、はい、なので、ちょっとね、NGT ラーメン部もおすすめということなので、はい、そちらをね、食べに行こうと思います、はい。はい、チェックしたいと思います。はい、というわけで、いただきます。はい、というわけで、はい、食べてきましたけども、はい、いかがでしたか？いや、美味しかったね。はい、僕は、汁なし背脂麻婆麺ってのを食べたんですけども、はい、自分は汁ありのね、はい、背脂麻婆麺食べましたけども、はい、まあ、汁なしといつつも、まあ、あんも含めで、うん、結構まあ汁っぽいものが結構入ったんですけど、ね、うん、なんかまろやかでなんかとろみのあるあんですげえ美味しかったですね。なしとありだと、その多分なんていうの、麺の三条系のスープが入ってるか入ってないかみたいなところがあると思うんですよ、うん、背脂で結構ね、スープで背脂浮いてて、うん、あなるほどなって思ったんですよ、うん、で後味も何気にこう麻婆の後から、うん、よく食べる背脂、つばめ三条系の背脂っぽい味がほんのり来る感じがしたんで、うん、そこの違いなのかなっていう気がしましたけど、ね、割な感じなんかな。そうですね、うん、いや、美味しかったですね。麺もなんか太くてさ、うんうん、太麺、いい具合の、そう、うん、トッピングでね、卵もつけて、はい、とろ玉っていう、そう、うん、あれも、なんだろうな、こう、卵の味なんだけど、うん、ほんのり味玉っぽい味がついてるみたいな、うん、そうね、うん、その、ちょうどいい加減が良かったよね。そう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 、っていう気がする。結構辛いとこは辛かったんで、うん、なんかその食べた後にちょっとこう、間に卵を食べてちょっとこうまろやかにするみたいな。いや、なんか辛いもの好きな人には結構いいんじゃないかな。そうだね。なんかお店のところにも書いてあったんだけど、うん、辛さが足りない人はさらにハバネロみたいなのがあったんで、うん、だから辛いもの好きにはすごい、そうですね、おすすめなんじゃないかなっていう気がしましたし、うん、はい、辛いの好きじゃなくても、うん、多分だけどこの時期だったらすごい食べると内側から来るあったかさが、もあったかい、もう俺汗かくぐらいだったから、うん、あったかい、めっちゃ、うん、でその感じが良かったんじゃないかな、はい、うん、そうですね。あとはこう長ネギがこう、うん、なんだろうな、食べてるとたまにこうシャキってくるのがアクセントになってね、良、うん、かったですね。山椒のいい感じもしてね、山椒の香りがすごい強かったんですよ。そう、だからこうなんだろうな、うんと甘い感じの麻婆よりちょっと本当にしっかりしたピリ辛な麻婆麺っていう感じだったので、ね、美味しかったね、うんうん、結構いろんな麻婆麺食べたけど、うん、あそこのは本当に何て言うんだろうな、いい意味で本格的なというか、ね、そうですね、うん、ピリ辛麻婆っていう感じなんで、はい、ちょっと辛いもの好きな人にはいいんじゃないかなと思います、うん、はい、気になる方はぜひ行ってみてください。はい、というわけでごちそうさまでした。楽しかったです。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。